で、リニアについてはやはり将来世代のことも考えなくちゃいけない。で、南アルプスは国立公園ですから、その自然を保全することは私は日本の国策であると信じていますし、ユネスコのエコパークですから、これは政府が関わっておりますので、国策というのは公約であると、まあ、そうしたものと、国家的事業とはいえ営利事業ですから、そうしたものに対してですね、堂々と物を言わなくちゃいけないと思ってましたけれども、なかなかにこの情報が上がらないので、その専門部会も進展しなかったという面があります。今回ですね、二話体制になって一気にですね、そのアルプス問題に関しまして最低でも13年余りかかるということ で、これは工事が始まってからの話ですから、これはもう本当に重要な、私にとっては爆弾的なですね、ニュースでございまして、もうすぐに矢野さんに御礼の、よくこれを引き出されましたねとしたかったところに、なんと昨日来られたんですよ。ですからもう思いのまま、これで後任せられます、よろしく頼みますと言ったほどです。これが大きな理由ですね。とじゃあ、両方2点の理由があって、はい、ご発言の件と、あとリニアの問題で一つ区切りがついたということと、2点 の理由があって、で辞職を、はっきり決められたのは昨日の段階ということでいいんですか。そうですね、リニアの問題を解決するためには、繰り返しになりますけれども、2010年5月に JR 東海さんがただ一社だけ営業したい、事業したいとして、国交大臣の諮問機関、国土政策審議会、地方新幹線小委員会に招かれて事業計画を言われたわけですね。この事業計画にずっと講習されてこられました。これがですね、昨年の12月にぐらっと揺らいだわけですね。で、そして本当に揺らいだどころか、旧来の事業計画を根本的に書き直すことが3月29日に出ましたの で、そして昨日、矢野博則氏が思いもかけずですね、こちらに来られて、お二人で、ですね、差しで話す機会ができたと、であとはお話任せしたいということまで言えましたので、任せる、つまり矢野委員会にですね、この仕切りをお願いしたいと、私の手はもう離れたと、君は来なくていいと言われましたから、三者委員会、トップが行くのは一番最後でいいと。いうことでございましたので、まあ、ここで手離れたなと、この段階でですね、スーッとリニアの問題がこれで、皆様方のために働いてきましたけれども、一区切りっていいますか、ちょっと立ち止まってどうしても考えざるを得ない状況に立ち至っているということでですね、従来とはもう全く違う事件に来たと。で、もうこれは矢野理由でですね、解決できるので皆さんもそれに注目していただきたいと思っております。これどうして任期を1年残して辞めるということになるんでしょうか。はい、一番の大きな公約はリニアの問題をこの任期中に決定するということだったわけですね。まあ、しかしながら一方で県議会もですね、まあ、私の言動のが一因になりまして、まあ、政局絡みで動くというのが状態化してですね、これは何とか解決したいというふうに思ってました。まあ、新聞報道でもありましたように、知事選についての会合が持たれたりしていると、そうするともうどうしてもこれは政局絡みになりますね。ですからこうした形でまあ、この党派を超えて県政の福利を上げていかなくちゃいけないというのにはあまり健全ではないのでですね、これは私が原因の一つを作っているわけですから、どういうふうにしたら解決できるかということは常々考えてはおりました。ですから問題が減ったということになるんじゃないかと思いますね。はい、昨日の発言は不適切だと思っているのか、撤回するご意思はあるのか、それについてお願いします。私皆様方にですね、全文を読んでいただきたいと、音声も含めて聞いてくださいということで、聞きいただければ分かるという気持ちがございまして、まあ、言い換えると不適切だとは思ってなかったと。そしてしかし、その一部だけを取れば
差別発言とも取られかねないところがあることは確かにその通りなのでですね、そこで傷つかれているということは不本意でございますから、申し訳ないという気持ちがございます。じゃあ、すみません、撤回はされないということでよろしいですか。そうです。やはり仕事がですね、やっぱり15年やってきて、富士山あるいはもう今の花博もそうですけども、食の都づくりとか、あるいはオリンピック・パラリンピック の自転車競技の誘致、あるいはワールドカップの誘致、それで成功しましたね。でそうしたことでですね、新しいこのステージで駆け上がるという、ように、この冒頭で申しましたけれども、体制が整ってまいりましてですね、この6月の議会で、そうしたことをご質問があると、まだ担当の部局長が答えると思うんですが、任せられるなと、いうふうに信頼してますのでね、職員を確信できたのは大きいですね。で私がいない方がですね、そういう建設的な議論ができるかなというふうなことはですね、議会でのやり取りで厳しい、そういう何て言いますかね、まあ、言うところの、この政局絡みかなと思われるようなですね、そこにこの議論が修練していくことがあってですね、これは本当には心を痛めておりました。これなるべく早くやめた方がいいと、いうふうに思っていた次第です。